皆さんこんにちは。東京医科大学消化器内科の Gotoda、Takuji でございます。本日は米国 DDW2012 年のクリニカルシンポジウムにお招きいただきありがとうございます。このセッションのタイトルはパーフォレーションに対しての取り扱いについてです。私は上部内視鏡におけるパーフォレーションについてを担当しております。以前まで上部内視鏡における専攻は緊急手術の対象でした。しかし我々が散々専攻したおかげでパーフォレーションは今や内視鏡的にコントロール可能となりました。しかしパーフォレーションに対しての内視鏡的なクリッピングというのは決して簡単ではございません。それを手に取ることによって治療内視鏡においてもし皆さんが専攻を起こした場合でも安心してかつ落ち着いて内視鏡的な縫合ができるということ、これが内視鏡治療においては非常に大切となってきます。そのような意味で今回の私のセッションは上部内視鏡における専攻、これをいかに対処するかということに主眼を置いてビデオを用いて発表したいと思います。ではどうぞよろしくお願いいたします。内視鏡治療がどんどん増えてきている現在、特に ESD が日本においてはかなりの頻度を占めてきております。しかしこの ESD には2つの異なった側面があります。 ESD における最も素晴らしい点は病変の大きさ、さらには場所によって場所に関わらず一括切除できることにあります。一方で負の側面、これは通常の EMR と比べて高い偶発症頻度にあります。特に専攻、これは EMR の約10倍、またこの専攻に対していかに対応するかということが ESD を安全に施行する上で非常に大切になってきます。我々が報告しましたように内視鏡治療による専攻に対しては2つの方法があります。1つは単純にクリップによって縫合するもの、2つ目はオメンタルパッチであります。シングルクロージャーの方は ESD で起きるような小さな線香、もしくはこう線状の線香に対して1つまたは2つのクリップにて縫合が可能となります。オメンタルパッチ、これはなるべく避けたいものですけども、 EMR、ストリップアイプシー等々によって起きるもので大きな丸い線香になります。線香の穴の大きさがクリップの幅より大きく、なかなか一括でクロージャーすることはできない。このような場合にはオメンタムを胃の中に吸引してオメンタムと胃壁を固定することによって線香を縫合するという方法でございます。まあ、こちらの方法は最近ではなかなかお目にかかることはありませんけれども、できれば避けたい主義となっております。内視鏡的なメタルクリップはいくつか報告されております。また販売されております。しかし線香に対して私が一番気に入っているのは90度の鍵のついた通常のメタルクリップです。これによって組織を引っ掛けることができますし、それによって線香の体側をさらにフックすることができるということで、135度のクリップと比べると非常に使いやすく感じております。このビデオの症例はストリップバイプシーによって胃体上部台腕に線香来た症例であります。この程度の大きさですと一気にクリップで縫合することはなかなか困難となります。そこでクリップを端からかけていくことが安全に確実に線香の場所を縫合することになります。この場合も使用するクリップは90度の爪のついたクリップになります。まずクリップの片腕を胃壁にフックします。この場合その90度のフックをなるべく粘膜の深いところにフックすることによって吊り上げて、その後空気量を調整することによって線香の体側をつかみクリッピングします。2度目以降は線香の大きさが小さくなりますので、1回目と比べると非常にクリップ縫合はしやすくなっております。最終的には3つ4つのクリップにてこの程度の線香は縫合することが可能となります。はい、
内視鏡的な切除方法が増えるに従って我々は偶発症、特に先行に遭遇することがなくはありません。このような突然起きる先行に対して的確に対処するために我々は内視鏡的なクリッピング方法を取得することが必要になります。落ち着いて確実に安全に先行部を縫合すること、これが内視鏡的な切除を行うにあたってはキーとなってきます。しかし我々はこれにて満足しているわけではありません。より簡単な確実なそして安全な内視鏡切除ができること、次のステップを目指して今後も頑張っていきたいと思っています。はい。